皆さんおはようございます。大人のための仮面ライダー解説。今回は仮面ライダー、初代ですね。無印でございますね。無印の。ですね、後で事情をお話しするんですが、まずは黒切りいただきまして、黒切り。ありがとうございます。黒切り、クリクロ。ですね。とりあえず51話からですね、60話まで見ました。まあこれは、仮面ライダー、無印は確か、100話ぐらいあるんですよね、98とかね。まあそれなんで、これはまあ、そうですね、第5クールみたいな話ですかね。読み上げます。怪人の名前ですね。ユニコルノス、ギルガラス、ジャガーマン、海蛇男、ゴキブリ男、ギリーラ、ドクモンド、ドクトカゲ男、ミミゾ男、フクロウ男ですね。ですね、次にですね、なぜ、第5クールから見始めたかっていうと、前に一回ですね、ギブアップしてるんですよね、僕は。初期に、いつ頃だったか忘れましたけど、仮面ライダー見出してですね、その理由はですね、山本リンダが5号を踊るのがちょっと、耐え難いものがあってですね、山本リンダさん、そんな嫌いじゃないし、別に、ね、ブサイクとも思わないんですけどね、まあ、あんまり悪く言いたくないんですけどね、初代、無印をね、なんといっても全ての物語はあそこから始まったわけですからね。とにかく、そうですね。そう、これ、仮面ライダー、僕が期待してるところ、もしくは面白いと思ったところはですね、やっぱり、前も何かでお話ししましたけど、やっぱり、敵がですね、情けない人だとですね、なんか見てて、哀れになってくるんですよね。じゃなくて、やっぱりある程度、こう、強い、ドクトルゲーみたいな、ああいうなんか思想もあってですよ。それでそのね、誇りもあって、実力もあって、知性もあってみたいな人が出てほしいっていうのは、そうしないとね、なんか、ブラックのなんかみたいに、またろくでもない作戦をどうのとか言って、で、ヤッタマンみたいになっちゃうんでですね、ヤッタマンもしくはバイキンマンみたいになっちゃう。バイキンマン、それ言うんだったらヤッタマンで言えば、ドロンジョン、ね、トンデラバヤッキンみたいになっちゃうんで。この辺はね、やっぱりピリッとしてほしいところですよね、敵に。まあ一応、ナチスの残党ということですからね。そもそもその改造人間、人間のと動物を掛け合わせて、兵器となるべく、ね、そういう怪人を作るっていう発想は、なんか、ナチスのあれから来てるとかいう話でしたもんね。で、実際ね、そういう設定の悪役もいっぱい出てきますしね、ナチス系の。鍵十字っていうんですか、あれもね、使ったりしますし。ぜひ、なんかその、もっと、かっこいい敵と、敵の、ボスっていうか。まあ、その点はですね、ですね、51話から見始めたんですけど、最初の頃はですね、死神博士がいるんですよ。死神博士という人はですね、東大かなんかの卒業で、すごい、1926年生まれ、そんなわけないか。昭和26年かな。あれ、どっちだろう。とにかく、あの時に40何歳ということは、仮面ライダー初代は71年ですから40ってこと、やっぱり26年。1926年生まれとかですよね。で、親さんが30年生まれなんですよね。確か1930年。ですね、死神博士はね、さすがまあ有名ですけどね、地獄大使でしたっけ。ツタンカーメンみたいなのかぶってる人。あの人と比べるとね、なんか、かっこいいしね、頭良さそうだし、なんか、その怪人に対してもなんかその、その無駄に怒ったりしないんですよね。やっぱりね、美しくないと。いくら、
敵キャラとは、敵という、敵というか、人間、人類に反するものとして、反する、人類に対抗するものとはいえですね、やっぱり美しくないとね、その美しさっていうのはどういうのを美しいっていうかっていうのは、まあ人にもよるんですけど、ね、感性にもよるけど、僕は死神博士美しいと思いましたね。喋り方といいね。あの人身長が180センチあるらしい。ね。やっぱり、あの人についていこうっていうね、気に、まあならないとしても、なってもおかしくない。生まれ、そういう生まれであれば、みたいな。ね、そのギャングのボスみたいなもんですよね。それちょっと、それ言うと、なんかチャチーか。やっぱりカリスマというかね、それに対して地獄大使ですか。あの人はね、まあ、対照的でそれがいいんでしょうけど、人間臭いっていうかね、こうすぐなんかこのバカ者とか言ってこう鞭で叩いたりしてね、怪人を失敗した、ね、かわいそうな感じで、なんかちょっとだいぶ感じが違う。だからまあそこら辺がね、面白いですよね。もうこれにつきますね、無印ライダー。私はそのまあ、ね、後々まで名を残すような、最初だからっていうだけじゃなくて、やっぱり、その、存在感が、圧倒的な存在感があった。ね、死神博士とか、地獄大使は、ちょっとなんだっけ、おちょこちょいって言われたんだっけな。なんか、V3に出てきた時になんか言われてましたけど、あの人は非常に人間臭い。ね、あの人も亡くなって、あの俳優さんも亡くなって、葬儀でみんなでこうやってキーってやったらしいですからね。やっぱ大物ですよね、あの人ね。愛される。でもなんか知的ではないけども、なんかそのなんていうのかな、あの格好ですからね、あのチタンカーメンみたいなのをかぶって、まあでもまあ知性っていうのは死神やから、まあ、東大出たらどうなんだっていうのはありますけど、まあね、僕は50話か51話から今回見たんで、すぐいなくな、10話ぐらいでいなくなったのかな。そう。でですね、その敵はですね、敵というか、その怪人はですね、ミミズ男をね、59話か、そう期待したんですよ。なぜならば、なんか、怪人って言ってコウモリとか、ああいうのはわかるけど、ミミズってすごいなっていう。ミミズね、農業やってるとよく、農業って大げさですけど、いじってると、畑なり田んぼなり、よく出てくるんですよ。特に穴掘ってるとね。それを怪人にしてね、ミミズっていうのはやっぱりね、すごい、古典的なお体をされてるんで、興味深いんですけど、特殊な能力とかね、期待したんですけど、なんか攻撃とか輪投げみたいなのやってね、なんかまあデザインもなんかよくわかんない感じでしたけど、特にねやっぱり感動的なそういう怪人ってのはまあ50話だからもうだいぶネタが尽きたのかななんて思っちゃったりしてね、海蛇ってまた出てますね。なんで海蛇を陸上で出すのかなっていうのがわかんないんですけどね。まあ、蛇男やったからなんですかね。海蛇も毒を持ってるから。そうですね。50話から見出したんで、まあ、邪道っちゃ邪道ですよね。こんなことしちゃいけませんよね。まあ、100話あっても、なんて言ってもね、初代なんですからね。最初から全部見ろっていうところなんですけど、見たんですよ。見たけど、これちょっと。やっぱりね、なんて言ったらいいのかな。なんて言ったらいいんでしょう。まあ、藤岡弘さんの、別にそんな2枚目でもない、まあ声はいい。演技力がっていうんじゃないんですよ。やっぱりなんて言うんでしょうね。まあ強烈な個性っていうんでしょうか。でも最初はその変身っていうのは、何でしたっけ、2号ライダーなんですよね。そこら辺でね、なんか失踪したりとかいろいろこう、苦しまれたっていうね。そんな話もなんかちょっと調べてたら出てきたりしましたけど、まだそこまで行ってない。確か64話かな。
その6になるんでしょうね。まあ、僕としてはですね、やっぱり、まあ、また死神博士帰ってくるんですけど、なんか尊敬できる上司みたいな、尊敬しちゃいけないんでしょうけど、あの人ね、だから僕がいいなと思ったのが、その、まあ、ずっとそうしてるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、調べるべきなんですけど、例えば、なんでしょう、カラス、このユニコルノスか、その、まあ、ユニコーンと、あと凶悪犯罪者をなんか混ぜるんですよ、ブレンド。要は、その凶悪犯罪者の何かさ、そういうものと、そういう野生の動物。と面白いですよね、そのね、実験というか、そのアイデアがね、やっぱりその、普通の人と、その動物とかじゃなくて、まあ、そもそもなんかこの、まあ、反社会的な資質を持ってる人、そういう、もう馴染めない人。社会に、人間社会に。そういう人と動物を混ぜるっていうのはね、動物っていうのは別に人間なんか生きようが死ぬのがね、関係ないですからね。そんなね、人間なんて他の動物に比べたら新参者ですからね。別に気を使ってる動物なんていないと思うんですけど、犬以外はね。だから、すごい面白い。ね、新神博士の発想ですよね。それは素晴らしいと思う。ただの人じゃない。誰でもいいわけじゃなくて。その、まあ、社会に馴染めないようなやつと、その、人間のことは、人間がどうなのか知ったこっちゃないっていう、むしろいなくなれ、みたいなのを混ぜるっていうのはいい考えだと思いますね。まあでも、僕が見た限りでは、そうですね、そこまで。袋とかね、強いですね。あの人はね、強かった。やっぱりあとね、やっぱり CG がもう皆無なんでですね、CG が。やっぱり殴る蹴るが、やっぱり、何でしたっけ。もう、まあ、危険な作業では、作業っていうか、仕事ではあるんでしょうけど、迫力ありますね。ただね、僕が好きじゃないのが、やっぱりこう、まあ、子供に分かりやすくするためにっていうか、こう、殴る時でもこう、大振りなんですよね。まあでも大振りな方が相手もね、こう、避けたりとか、まあそこら辺は撮影のね、心配なんて別に僕がすることじゃないんでしょうけど、まあかなり危険なことがあって、あとやっぱり仮面ライダー、初代仮面ライダー、もう何を、もう泣いても笑ってもっていうか、もう紛れもない事実としてあそこから全て始まってるわけですからね。胸の、デザインとかもね、最初出てきたのが、桜島1号っていうんですか、クラッシャーって、口のところが、緑色のやつが出てきたんですけど、かっこいいですね。いいデザイン。そう、だから、あのデザイン、そう、なんか別に強そうじゃないんですよ。強そうというよりも、なんていうか、まあマフラーはしてるけど、怪人っぽい感じ、なんかその、まあ骸骨というかね。まあアマゾン、しかりなんでしょう。仮面ライダーアマゾンもそうでしたが。なんかその、正義の味方というよりも、怪人っぽい。それは大事なんですよ。で、別にそんなすごい筋肉隆々でもないっていう。で、そんな体も大きくない。で、それ武装してる感じもそこまでないと。で、とにかくジャンプですね、トランポリンのね。あれでこうね、ライダーキックもね、まあ僕は平成令和ので嫌いな、こうピューンって上がってからピタッと止まってからこうやってやっていくのがね、どうも好きじゃないんですけど、そこら辺がね、やっぱりちゃんとこう放物線というか、まあビルドはねちょっと違いましたけど、そこら辺もねいいですね。あとはあれですか、千葉真一の弟さんが出てるやつね、人。まあ、2号ライダー的な感じ。まあ、2号ライダーはね、仮面ライダー2号がいますけど。まあ、あと女の子はね、いっぱい出てきたりとか。まあ、いろいろね、まあ、これからですよ。今回はね、ちょっと前回ギブアップしましたけど、あれですよ、もうだいぶ鍛えられてますからね、昭和ライダーも、ね、X も見たし、アマゾンも見たし、アマゾンは傑作ですけど、V3 も見たし、まあ V3 も傑作ですが、
ね、まあ一応昭和ということで、まあブラック RX も見たし、だいぶ鍛えられてるっていうことで、ね、あのもうちょっとこうエキスっていうかこう絞り出して、ね、楽しむことができるんじゃないかなって期待してますけどね。うん、あのやっぱりね、何もう何と言っても全ての物語はここから始まったっていうところですからね。うん、そこはね、まあ楽しみですね。服装とかがちょっとね、あのスーツ着てね、まあそのまあそういうことを言い出したら君はね、まあこれはね、今回はあの15分今日で終わらせたいと思うんで、それではちょっと顔が赤くなりましたね。顔の赤いお酒飲みと喫煙者に優しくしてください。それでは皆さんごきげんよう。